しついたかな。船に直すと忘れてますよ。ああしまったしまった。レスバスル村長からの脱出になるからな、これだとみんなね、レスバスル村長から脱出するぞということでやっていきますが、よろしくお願いいたします。よし、今ねチーム出しましたわ。優勝予想、優勝とかあるんだっけこれ。なんか脱出できるかできんかでしょ。あ、そっか、みんな予想してんのか、脱出できるかどうか。あれか、僕も予想しとくか、脱出できるかどうか、せっかくだし。チーム1、高田健志、七子、プテラ、高橋。チーム名、在庫足すだけ。在庫足す。ここは×ですね。ここはですね、脱出 100% できません。なぜなら戦力はプテさんしかいないから。高田さんと七子さんと名屋さんで、なんかスクラップに行った動画見たんすよ。あの七子さんのタッチが話題の配信見たんすけど、この2人全然解いてなくて、名屋さんが全部解いてたから絶対絶対罰、絶対罰これは。さて続きまして、サントス名屋アベレージの、警察とスケベチームの3人ですね。脱出できるから、うん、ここも大丈夫かな。なんか名屋さんのあのスクラップの動画見てたら、名屋さんすんげえバシバシと言ってたから、多分ね名屋さんね謎解き慣れてる。誰がスケベだってまあまあお察しの通りですよ名屋さんがね多分バンバン引っ張ってって、でね、謎解きってさ、頑張って計算しなきゃいけない問題とかなんかあるじゃないですか。発想とかは多分名屋さんが全部保管して、で時間かけて頑張って計算して解けなきゃいけないものをサントスさんが、あ、いいですよ、私やりますよ、大丈夫です、あの名屋さんが一番できるんで解いていってくださいみたいな感じで名屋さんに投げる。でアベレージさんが後ろで頑張れ頑張れって言ってるってね。これがね、警察とスケベチームのチーム。そして、翔平さん、ガミさん、ネロちゃんさん、チームショロということでですね、怒られる、ごめんなさい、本当に。すいません、許してください。ネロちゃんとか、僕よりも年下って知ってるけど、自分の年齢棚にあげてます。翔平さん、本物来てる。すいません。翔平さん、許して、目つぶしといて、目つぶして。自分の指でこうプスッと鳴らします。